皆さん、こんにちは。アリナプレネチャンネルのアリーナです。本日は、ゆうかさんと、志村けんさんの爆笑コントを見てみたいと思います。面白いかどうか確認しましょう。動画見る前に、いつも私のグランタレーダーキー、パトリオンしてくれて、一番スポンサーやスプセントをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。うん。はいよ。聞いてる？はい。もうこれで十分。もうこれ十分。もうそのままだからね。十分ですか。うん。はいよ。あ、いや。十分ですけれども、はいよ。もうこれ十分なの。でも可愛くて。十分。たまらないです。十分。ごちそうさまなの。終わった。十分ではなくて、終了するときは、蓋を閉めないとそこで終わりにならないんですよ。あ、そういうルール。あ、蓋を閉めて初めておしまいってこと。はい、それがルールなんで。あ、言ってくれやよ。そうかそう。うん。はいよ。間に合いませんでした。離れてくる。離れて。離れて。あ、賢いね、賢い。何かじゃねえよ。もう離れて。もう十分なんだよ。離れて。舐めてんのか俺。舐めてるのような感じです。そういう手使うのか。もう入って奥入って奥入ってるよ。気をつけてください。間に合いませんでした。笑ってんじゃねえよお前。もういいって言うんだよ、十分なんだよ。もういらないか。はい、もう十分なんだよ。苦しいんだよこっちは。もう出てくんだよ。ったくもう、苦しい。もう何個食べましたか。30個、何枚食ったんだこれ。はいよ。ジャミがありしたから。ありえないんですよ。もうしょうがないんですよ。十分、本当十分だから。もうそこにいいからな。おっさん、十分食ったわ。すごい食べましたね。いくらだい。1000円です。1000円。はい、あれで食って1000円。はい、サービス期間中ですね。おい、安いね。はい、安いね。はい、ありがとうございます、はい、ということでサービス期間中ですので、はい、よっしゃー。1ヶ月、2ヶ月の材料かな。でも、危ないよ、そのレストランですね。このような感じ、喫茶店。30個、40個過ぎ、食べましたね。志村けんさんはそれきっと、なんか、田舎が痛くなりますね。この動画を見ていただいて本当にありがとうございます。動画楽しんでみてくれると本当に嬉しいです。好きな動画があればぜひ、コメントしてください。後で一緒に確認しましょう。動画がよろしければ、チャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いいたします。では、これぐらいもご自愛のほどお祈りいたします。では、次の動画でお会いしましょう。パパー、元気でね。